じゃこんにちは。はい、DeNAさん、今週はちょっとスケジュールが不規則ということで、これからね、不規則になってくるんだよね。はい、だからその3連戦の区切りだとかさ、そういうことがなかなかこうやりにくいから、はい、だからちょっとタイトル変えました。はい、DeNAの気になること。はい、気になったニュースだとか、はい、まあ試合。そうですね。そういうのをピックアップして、はい、ちょっと取り上げていこうかなと思ってます。ね。いろいろありましたが、中でもちょっとこの12これね、ちょっと申し訳ないけど、やっぱり優勝争いをしてるチーム、そういうのにちょっと特化してるっていうかね、特別にB クラスに沈んでるチームもいろいろニュースはあるんだけども、とりあえず優勝に絡むのにいろんなことが起きてるから、そうですね、だからそこをちょっとピックアップして、ここのところね、上位の3チームに絞ってっていうところもしているので、そのつながりからも。はい、ということで、まずは巨人、ヤクルト、ヤクルトの1勝1分けにはなったんだけどもね、なんていうんだろう、巨人にも勝てるチャンスがあったんだよね。9回サヨナラの場面、ノーアウトランナー1塁、増田を代走に送り、バッター松原、そこでバントをファウルにしたりとかしながら、バスターに行って追い込まれるんだよね。でやっぱ後ろに坂本、岡本っていうのが打順でつながってくるだけに、しっかり送ってほしかったなっていう、そのバスターやった時も相手のヤクルトっていうのはバントシフトを極端に取ってなかったんだよね。だからバントのやりやすい環境にはあったと思うし、で増田の足だったらもうワンチャンス走らすかなと思ったの。これなぜかというと、巨人が状態が悪いだけに、やっぱ普通に戦ってたんじゃ勝てないと思ったんだよね。ヤクルトの状態も良かったし、だからそういうなんていうんだろう、一か八かじゃないけどギャンブルに出るかなっていうふうに思ったら、なんか俺の見え方の中ではすごく中途半端な攻撃に見えて、でツーアウトランナー一塁になり、で坂本がやっぱ長打狙いで力んで、ショートフライだったかな、それでゲームセットになったんだけども、まだ巨人はちょっと迷いがあるという、巨人はやっぱ打ち切れない。なかなかね。でヤクルトの方はやっぱ状態がいい、それと中村がマスクをかぶった時にサンタナとオスナの間に入るんだよね、キャッチャーの中村が打順で、ここがねヤクルト打線の柔軟性を呼んでるというか、中村を打たしても今年はいいし、送りバントもきっちり決めてサンタナに回すんだよね、だからそういうところのそのヤクルトの細かさというか柔軟性が非常に出てきてるんだよね、だから打線はやっぱりセ・リーグでナンバーワンだって言ってもいいよね。なんかそういう意味では対照的な感じに今聞こえましたけど、柔軟性を非常になくしてる巨人と、非常に柔軟性が高まってきてるヤクルトの対戦だっただけに、よく巨人は一つの引き分けに持ち込んだなと思ってね、思ってます。で阪神、巨人が昨日行われたね、甲子園球場で1試合、菅野対ガンケルということで投げ合ったんだけども、2回に阪神が7失点するんだよね、そこに2つのミスが、前進守備の大城の打球を糸原がグラブに当てながら取れなかったという、これなんで前進守備したのかなっていう。阪神も今打てないというね、こともあり、で菅野が送りバントをした、そしたらシュート回転でライトの方に逃げていくのを中野が取り損ねたという、あれもベースにこだわりすぎてて、ベースから離れてもいいから、ベースから離れてランナーにタッチしてゲッツーを欲張らなければ俺は多分アウトにできたと思うんだよね、中野の若さも出たけど、で巨人の方は一気に7点取った、でホームランもその試合で3本出たのかな、やっぱり巨人っていうのはやっぱホームランで勝つ、ホームランで活気づく、坂本が1人で打ってたんだけどさ、でもウイラーも打ったし吉川も打ったし坂本も打ったということで、対象になったんだけどね、でエース菅野が投げて勝ち星を拾えた、でここのとこずっと先発ピッチャーに勝ちがつかなかったんだよね、久しぶりに菅野が勝ち星を拾えたということは、それと打線が活発になってきた、これはいい兆候が出てきてるということで一番ちょっと心配なのは岡本、はい、岡本だけがちょっと調子がまだ上がってこないということで、うん、みんなが打てない時に岡本一人で頑張ってたから、まあ、これは責められないんだけど、はい、岡本が揃ってくると非常に巨人はまた乗ってくる材料があるなっていう、はい、で一方阪神、はい、阪神は1番から4番まではいいんだけども、その下位打線が全く機能してないということ。だからこう今、本当苦しいだろうなと思うんだけども、はい、まあ、佐藤が2軍に落ちていて、うん、まあ、4安打かなんか固め打ちをしたんだよね、はい、昨日かなんかに、はい、まあ、打てなくて苦しんでるんだったら、うん、まあ、佐藤が阪神の中で一番ホームランを打ってるわけだし、うん、そういうホームランバッターを下位に置くことによって、まあ、怖さが増すのかなっていう。やっぱ警戒するからね、警戒するバッターを置くということは、はい、やっぱそれだけピッチャー、先発ピッチャーの神経も奪っていくという、精神的なスタミナも奪っていくということでは、まあ、佐藤もありかなっていうふうに、まあ、状態も上がってきてると思うしね、うん、はい、まあ、優勝には俺は欠かせないというふうに。で春先はね、佐藤梅野っていうのがものすごく機能したんだよね。なるほど、はい、だからその形に1回もう1回戻してみてはどうかなっていうふうに思うんだよね。だってホームランバッターがいるとさ、やっぱ全然怖さが変わってくるしね、まあ、で佐藤っていうのは足も、はい、肩も強いしさ、うん、だからそういう意味ではもうそろそろ上げてもいいかなっていうふうに思うんだよね。なるほど。だから阪神はピッチャーを頑張って昨日は7点取られたけども、はい、ピッチャーはすごく頑張ってると思うのね、であとは打つか打たないかなんだよ、だからその時にやっぱ佐藤の存在っていうのはでかくなるかなっていうふうに思うね、まあもう言ってもさ、もう残り試合少ないわけだから、はい、だからもう何かにかけるしかないよね、だからここまで頑張ってきてる阪神だから、やっぱこうちょっと立て直してほしいなっていうふうには思うよね。はい、はい、じゃあもうこの上位の3チームを見るとヤクルトは今の調子のまま、ヤクルトはね、ピッチャーも頑張ってるし、打つ方も頑張ってる、はい、だから一番状態がいいのはヤクルトだよね。だからまあヤクルトはひょっとしたらポーンと抜け出していくかもわかんないよね。まあ巨人もね、前回菅野投手が投げて勝った時、これはっていうのがなかなか上向きにならずに、今回また菅野投手の勝利なので、また今度こそちょっとバッティングが上向きになってきてるから、丸もヒット打ってね、チャンスを広げたりとかも今日昨日したからね、だからそういう意味ではバッティングの状態は少しずつ上がってきてる。それとちょっと低迷してたウィラーが、まあ春先ウィラーが一人で打ってたからね、そうでしたね、だけどウィラーもホームランが出たし、だからちょっと雰囲気が変わってくるかなっていうふうには思うよね。だけど阪神はまだ有利、やっぱね、上位にいるチームっていうのはやっぱり有利なんだよね、だから優位性を生かしてほしいということと、引き分けが少ないから、勝率でいく場合に勝ち負けで大きく差が出るんだよね。だからまあ阪神も頑張らないとね。で、まあ、ヤクルトのニュース、で塩見がサイクル安打、巨人戦でありましたね。いや、見事だったのもさ、メルセデスが先発してたんだよね、全部右方向狙ってんだよね。だから3本のヒット、ライト前、ライトのフェンチョク、ライトへのホームラン、全部こう狙ってて、で最後のツーベースだけは引っ張りかかったんだよね、インサイドのボール。そりゃそうだよね、バッテリーは右に全部打たれてるわけだから、インサイドを攻めるっていうのは塩見は分かってたと思うんだよね、それをね見事に引っ張ってレフト線ツーベースにしたんだけどさ、やっぱ身体能力がやっぱ高いよね、高いし、この塩見はこれからも何回もするよ。あ、そうですね。俺は何回もするようには気がしてる、これなぜかというと、やっぱまずは足が速いということ、長打が打てるということ、それと1打席目に打つとさ、乗りやすいタイプなんだよ。ああ、なるほど、だから昨日サイクルヒット打った時でもさ、初球を詰まってライト前打ったんだよね、これで乗れるからね、この選手は。それと優勝のポイントに上げてる選手の一人なんだよ、塩見が打つかどうかね、この塩見が打線を引っ張ることになるってくると、もっともっと状態は上がってくるよ、チーム。まあ今でもね、すごいその、いや今でも存在感ね、中でもあるよ、存在感ありますけど、またさらにっていうことになると、これはでランナー出したらうるさいしね、足速いし、だから非常にいい選手になってきたよね。はい。で続いて村上、最年少の100号、ついに達成しましたね。あの清原を抜くっていうのはさ、はい、清原が出てきた時の衝撃ってさ、あれ本当に高校出たばっかりかと思ったの、はい、それが村上を超えたというね、うん、清原は1年目に30本以上打ってるでしょ。村上は打ってないのね、はい、1本ぐらいしか、はい、だけどそれをさ、やっぱパーンと抜いてくるっていうのはさ、やっぱどれだけこう順調に成長してるかっていうことだよね。それとね、清原とやっぱり似てんのは、はい、清原も右に打ったり90度に打つホームランバッターだったんだよね、はい、村上もよく似てるんだよ、そういう意味では。だからすごく柔軟性もあるし、はい、率も残せるホームランバッターだよね。で筒香もそうなんだよ、広角に打てるという。なるほど。で松井秀喜っていうのは打てたけど左に、はい、でも大体がこうセンターから右へのホームランが多かったんだよね。だからそういう意味では柔軟性を兼ね備えたホームランバッターだよ。で100号ね、なんかいつの間にかっていう、気がついたらここにいたっていう。うん、で多分ね、俺の記憶が正しければ1打席目プロ入り初打席は初ホームランなんだよ。で続けて2打席目追い込まれた後にさ、もうとにかくインサイドからバット出して粘って粘って結局三振だったのかな、だったんだけど、このバッターはすごいと思ったね。やっぱね、粘れるっていう、インサイドから出してファールの打ち方を知ってるっていう。でもそれにはちょっとびっくりしたことがあったんだけどさ。じゃあこう清原選手とは全然こう違った感じの印象はありながらも、インパクトはあったということですよね。でもスタート時点でもうスーパースターとドラフト1位とっていう差があって、でもだん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 詰めてったよね。でまあ記録的にはこう抜いたという。でも清原は強いチームの西武時代を支えた4番だから、だからヤクルトがやっぱり強くするためには村上の成長もあるし、ヤクルト球団という努力も必要だよね、だからすごく、まあ、村上っていうのは負けず嫌いだし、ベンチでもなんていうの、チームメイトが打ったら本当に喜んでるし、自分が打たなかった時の悔しさね、はい、だから本当にこの村上っていう選手はこれからね、ヤクルトにとってリーダーになっていく選手で、だからすごい楽しみな選手だね。今度ね、皆さん見てほしいのは首の太さ見て。なんか首が太い人は、なんでしょう、力がある。そうなんですよね、パワーがある。ちょっと首の太さに注目しています。そうそうそう、首の太さ。はい。続いてオリックス。はい。山本 T 岡田、これはやっぱこう首位をさ、首位ロッテを追走するために山本が西武戦に投げた、もう完璧どころじゃないね。もう今一番なんかいいって言われてますよね、もう山本投手は。言うまでもないけどね、やっぱフォームの崩れもなければ、やっぱ球種的にはまっすぐ、カット、スプリット、まあツーシームみたいなのがあるんだけど、どのボールでも勝負ができるね。でまあ最多勝、まあ投手全部のタイトル取っていくんじゃないかなって思うよね。だからそのオリックスは山本の時にゼロじゃ勝てないからね、はい、山本はゼロに抑える可能性は非常に高いピッチャーだけど、はい、だからオリックスは山本の時にいかに援護してあげるか、まあそれが鍵になるけど、はい、まあ山本で必ず一勝取れるって考えるとさ、やっぱオリックスの強みだよね、はい、山本完璧完璧、はい、で T 岡田、はい、前回ねキーになる選手ということでT岡田選手を挙げてましたが、そう吉田正尚がさ、まあ離脱してから、はい、やっぱ打線っていうのはもう杉本一人が支えているような状態だったんだけどさ、まあ昨日のゲームをね見る限りではものすごく頼もしかったね。というのは、はい、1点リードされて、その裏かな、 T 岡田、はい、ツーアウトランナーなし、やっぱり一発を打ってほしいんだよね。そしたら一発打つ、初球を、はい、見事にホームラン、だから頼もしいよね。ツーアウトランナーなしで一人で1点取ってこれるわけだから、はい、ああすごいなと思った。はい、で杉本がツーベースヒットで出たんだよね、はい、ノーアウト、でノーアウトランナーセカンドで、辻監督が雲に変えた左のサイドね、一番やっぱりこう嫌な左にとっては引っ張りにくいピッチャーなんだけど、それをもう初球からもう全部引っ張りにかかってるんだけど、引っ張って進塁打を打ってモヤが外野フライで1点を取るという、でこれで勝ち越しなの。で3打席目しびれたのはボール2から、はい、まあ代走が出てたんだよね。でボール2から走ったでど真ん中のボール、ティー岡田が見逃したんだよ、これはなぜかというとやっぱ得点圏に送っといて自分が返すということなんだよね。だからここはホームランはいらない、あと1点でいいっていう思いがないとさ、そのボールっていうのは多分振ってたと思うんだよ、ホームランボールに近いボールだったから、はい、で次の球をホームランしたという、だからすごく内容が濃かったんだよね。なるほど。だからすごく頼もしいんだよ、ああいう活躍をしてくれると、はい、で吉田の代わりはやっぱ T 岡田、やっぱ長打も打てて、はい、そういうこうなんていうの、引っ張ってほしい時は引っ張る、ホームラン打ってほしい時に打てたというね、はい、まあものすごいできすぎなんだけどさ、はい、いやだけどやっぱそのぐらいの内容のことができるバッターだけに続けてほしいなと思ってさ、ちょうどね前回の動画で T 岡田選手のことをね期待して、その穴を埋めるのは T 岡田選手だよって話をしてたところで、この活躍は素晴らしい。だから T 岡田ってまだ多分優勝してないと思うんだけど、まあ悔しさを持ってやってると思うのね、はい、だからまあこれからも頑張ってほしいと思うので、優勝に向けてね、はい、最後にロッテですね、はい、小島レアード、小島、はい、ここに来てプロ入り初完封、やっぱ責任があったよね、で昨日やられてるだけに、はい、まあ昨日一昨日か日本ハムにやられてるだけに、はい、でこの前日本ハムが戦う前にやっぱ重圧プレッシャーとの戦いもあるって、はい、どうしても落とせない試合をっていうことですよね。下位チームにはやっぱ落とせないというね、はい、プレッシャーの中で小島がプロ入り初完封、はい、これ見事だったのがさ、やっぱもう自在だったね。コントロールもそうだし、そのボールをちょっと抜いてタイミングを崩したりだとかさ、だから前回もすごくいいピッチングしてるんだよね、はい、ここに来てやっぱ成長を見せてるピッチャーって心強いよね、だから非常にナイスピッチングだったということ、はい、だからロッテにとっては昨日一昨日負けてるだけに、小島の完封っていうのはすごく勇気づけられたというふうに思うよね。また一段ギアが入る、はい、でレアード、はい、3打席連続のタイムリー、はい、レアードは日本ハム時代に優勝の時にホームランを取ってんだよね、やっぱこういうチーム状態になった時に、はい、レアードっていうのは頼りになるよね、やっぱ経験値が優勝という経験を持ってるということと、はい、やっぱそういう時に力を発揮できる選手ということで、はい、だからここのとこずーっとレアードのバットで勝ってるっていう試合がたくさん続いてんだよね。だからそういう意味ではそのレアードの存在っていうのは素晴らしく大きいということ。3打席連続のタイムリーなんてこういうプレッシャーがかかってる時になかなか出るもんじゃないけども、はい、もうね3打席連続ヒットっていうのでも素晴らしいけど、それは全部タイムリーですもんね。だからちょっと前のそのソフトバンク戦、千賀からカットボールをセンター前に打ったけどさ、だからそういうこととか全然合ってないような感じでも、はい、やっぱ勝負どころではなんとかしてくれるというさ、こういう外国人がいる。すごくロッテにとっては頼もしいと思うよね。はい、ずらっと言ってきたけど、はい、まあここに書かなかったけど、まあ、DeNA の今永とか、はい、ね、久しぶりの完投勝ちをして、はい、やっと怪我からなんかこうすっきりした感じになったかなという、はい、で三島が状態が悪かったから、はい、安明が、そうですね、久しぶりのセーブを上げてって。元のポジションに返り咲きというか、よく我慢したな、安明も、やっぱこう前で投げさせられてやっぱこう精神的に落ち込む時もあったと思うけども、まあコツ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 こう調子を戻していって、自分の本来であるポジションをもう一度勝ち取ったというね、いうことからすると DeNA もなんかチームの中で競い合ってたりだとか、すごくいいなっていうふうに思うよね。はい、はいね、まあそういった感じでこうねニュースがたくさんありますが、そうだね、ニュースはたくさんあるんだよ、はい、ニュースはたくさんあるけど、まあ最近取り上げてるのはやっぱ A クラスと優勝争い、そうですね、そこを中心にね、中心になってしまう。あとは個人の記録が出たりするというところですかね。セカンドチャンネルでね、B クラスの中の選手たちだとか、そのチームだとか、そういうのもこういう気になることで話してもいいなというふうに考えています。そうですね、はい。スケジュールがねこうちょっと変則的なんで、だからこういうことにしましたけども、また楽しみにしておいてください。はい。